昨年度2万5000人を動員したお化け屋敷が再び呪いの扉を開く。エアミ呪いの新曲、7月13日からイオンモール沖縄ライカムで。高橋さん、お疲れ。どう進捗は？もう少しで前回のあらすじがまとまるところです。つながったらプレビュー投げますね。よろしく。あと前回のドラマに出てた役者さんへのインタビューの質問内容を見たよ。あれで OK ですか？ほらよくあるやつだけどさ、撮影中に起きた怖い話とか聞いた方がいいんじゃない？そうですかね。なんでもいいんだよ。体調が悪くなったとか、物が動いたとか、音がしたとか、それっぽいこと言わせれば。やらせってことですか？深く考えない。初めての番組作りで張り切るのわかるけど、とりあえずお化け屋敷に人が入ればいいの。それが目的の番組なんだから。よっ。どうした？すいません、営業の豊島さんでした。とりあえず役者さんたちのスケジュール調整はプロデューサーの尾長さんに任せてあるから。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。失礼します。水田さん、ごちそうさまでした。はい。電話大輔さんからですか？うん。エアミの件です。あ、タクトのとこにも来た。はい。今回の新しいエアミの特集番組で、なんか僕たちにインタビューするみたいですね。うん。で、ありました。ん？何が？ほら、大輔さん言ってませんでした？エアミの撮影中にあった怖い話、心霊現象的な。はあ、私はなかったかな。あ、でも、美鈴さんそういう霊感みたいなやつありませんでした？ほら、よく怖い話してるじゃないですか。どんなイメージよ。してないか。でも、大輔さん無理やりにでも絞り出せって言うからな。うん。ないものはないんすけどね。どうしました？あ、タクト、エアミって川端さんが考えた話だよね。全部作り話だよね。そう聞いてますけど。
作り話に心霊現象なんか起こるわけないっすよね。そうだよね。タクト、ごめん、車運転してもらっていい？おお、いいっすけど。車どこ止めましたっけ？タクト！どうしたんですか？何？お疲れ様です。はい、お疲れ。去年特集したエアミの映像。はい、素材が見つからないんです。テリアさんに連絡したんですけど、撮らなくて。平川さんはテリアさんが辞めてから会ってます？会ってないな。去年のどんな映像が欲しいの？お化け屋敷の映像です。お客さんがキャーキャー怖がってる感じの。素材がないならカンパケから撮ろうかと。うん、報道でもいっぱい撮ってたな。去年だからあの辺かな。電気変えんとな。あのよ、宮城。はい。あんまり大きい声で言えんけどさ、聞いてない？テルヤのこと。何です？おかしくなったみたいよ。え？聞いた話だけどよ、エアミの番組やった後から様子がおかしくなったって。やっぱりこういうやつってあんまり良くないんじゃないかな。こういうやつ、ホラーというか心霊系というか。なんかみんな楽しんでるけどよ、人の不幸って娯楽なのかなって思うわけよ。呪いとかってそんなところから来てるんじゃないかな。呪いがですか？呪いがあるから怪談があるんじゃなくて、人々が誰かの不幸を語るから呪いが生まれる。だから怪談がある限り呪いは終わらない。平川さん。お、どうした？お前まで変なことになるなよ。あったよ、去年のカンパケと多分素材。テルヤが SSD 貼ったのかな、よくわからんけど。ありがとうございます。私、帰ったの？たかし？
2万5千人を動員したお化け屋敷が再び呪いの扉を開く。エアミ呪いの新曲、7月13日からイオンモール沖縄ライカムで。